久保です。サプライチェーン最適化ハンドブックの、今回は第2章を解説しようと思います。2章は、数理計画の入門編です。で、このスライドとか、その他関連するプログラム等はこちらのサポートページ scmhandbook.com からダウンロードすることができます。で、今日お話しするのは、入門なんですが、本に書かれてあるすべてのことを説明するのではなく、一番、コアになる部分、サプライチェーンの最適化でを理解するために必要な、理論だけを、簡単に説明しようと思います。で、初めにこの数理計画とは何かからお話しします。数理計画というのは、簡単に言うと目的関数といわれるある式ですね、と制約条件、複数の制約条件から構成される、で特にこういうのが数式で書いてある問題のことを数理計画と言います。で、フォーマルに書く と、普通は最小化か最大化を指定します。ミニマイズ or マクシマイズを指定します。この場合は、ミニマイズとしましょう。ミニマイズの後ろに何らかの目的関数というのを書きます。で、制約はサブジェクト2の後ろに制約式を、何目書いていくと。例えば、一番簡単な線形計画、この関数、目的関数とか制約式がすべて線形な式、変数に対する一次式、ちゃんと言うとアフィンファンクションになっている場合を、線形計画と言います。で、ミニマイズは 3x+4y、 サブジェクト2こういう式、こういう式、こういう式と。で、こういう問題、線形計画問題なんていうのがこの数理計画問題の代表例です。これについて、ここで説明します。で、ここで説明するときに使う、モデリング言語、こういうのを数式としてコンピューターのプログラムで書くだけで解いてくれるという言語が、たくさん出てます。で、ここで、紹介するというか、ここで使うのは、アンプルといわれるソフトです。アンプルというのは A Modeling Language for Mathematical Programming AMPL と、どういう順番ですかね、 AMPL という、の略らしいです。略というか、アンプルと言われています。開発したのは、フーラー・ガイ・カニハンの3人です。どの方も、伝説的なプログラマー、ベルケンのプログラマーが開発したとても使いやすいものです。で、300変数、300制約、この変数の数が300、制約の数が300くらいまでの中程度の問題でしたら、無料で学生版というのがあって、ここからダウンロードできて解けます。で、もっと大きいのが解きたいという人は、GLPK、これ、GNU の、リニアプログラミングキットですけど、これを使うことによって、ほぼ同じ、モデリング言語、アンプルと似たようなものが、GNU マスマティカルプログラミングランゲージかというのがありまして、アンプルのクローンです。で、これでやると、この GLPK というソルバーで、無制限にメモリに入りきる分だけいくらでも大きい問題を解くことができます。で、最初の例題です。有名な鶴亀さん、小学校とかで勉強するものなんですが、それを使って、この数理計画とは何ぞやという話を最初にしようと思います。鶴と亀が何匹かいると、何匹かわからない。ちなみに鶴とか亀は、匹と数えない場合もありますけど、ここでは全部生き物は匹とします。で、頭の数の合計が12、足の数の合計が30、さて各々何匹でしょうというのが、古典的な鶴亀さんです。で、数理計画の極意は、分かんないものを変数と、方程式と同じような感じですね、方程式として、記述すると。で、あとは、先ほどのソルバーというのに任せて解いてもらうというのが、数理計画の、一番基本的な、応用する人にとっての使い方です。で、ここではどうやって解くかって話はしないで、モデリングだけ話をします。で、鶴が分かんないから X としましょう。で、亀も分かんないんで Y としましょう。頭が12っていうのは、頭の数というのは当然 X プラス Y なるわけですから、式としては X プラス Y イコール12と。で、足の数というのは、鶴は2本なので 2×2 となる。で、亀は4本ついているので 4y となる。したがって足の数の合計は 2x プラス 4y
でイコール30と、これを解けばいいですね。これを解くのが簡単で、上の式を2倍して 下から引き算すればいい。そうすると 2y イコール、30引く24ですから6と、したがって y は3、すなわち亀が3と、3を内入すると x は9と出てくる。これは簡単、小学生でも解けると。でこれを少し難しくしたのが、数理計画モデルになるわけです。で今度こういう問題です。鶴と亀とタコの頭の数を足すと32、足の数を足すと80、亀とタコの数の和を一番小さく、でこういう、足すと32とか足すと80というのは制約式として書くことができます。頭の数の和が32ですから x プラス y プラス z イコール32、これが制約式、1本目の制約式です。で足の数を足すと80というのも、やっぱり等式としてかけて 2x プラス 4y、 タコは8本持ってますから 8z、タコの本数、タコの引数を z とすると 2x プラス 4y プラス 8z イコール80とかけます。またそれぞれの、引数は負では困るので0以上というのをつけます。でこれが制約式です、ですね。これらの制約すべてを満たすような XYZ の組で目的関数がきます。この場合目的関数は亀とタコ、亀を Y、 タコを Z としましたから Y プラス Z を一番小さいミニマイズすると。したがってこの問題はこのような式として書くことができて、でこれは式として書けたので数理計画によって解くことができます。でこれはすべての式が正線形でしかも、0以上というふうにして、整数が入っていないので線形計画問題です。線形計画ソルバーによって解くと29と3分の1と、 x は29と3分の1、すなわち鶴は29匹と3分の1匹、 z が、2と3分の2ですから、タコは、2匹と3分の2とも出てきます。でこれが線形計画ソルバー、線形計画問題の答えです。で数理計画というのは線形計画だけじゃなくてもう少し広い範囲の問題も取り扱うことができます。アンプルで、整数計画、変数に XYZ0 以上じゃなくて XYZ は0以上でしかも整数ですよというふうなものも、解くことができます。どうするかというと実際のモデリング言語で書くとこんなふうに書きます。変数を表すキーワードはバーです。バリアブルのことバーの X0 以上でかつインテジャー、0以上の整数、整数というのはインテジャーと訳されますので0以上の整数と、なので0、1、2、3、点点点とですね、鶴は切っちゃダメだということで、これで x が定義できます。同様にバーは y、 0以上でインテジャーで分度割りにはセミコロン、これは c と同じですね。彼らは、ベルケンですから c 言語と同じような、論理構造、最後はセミコロンで切れ目を表す、バーの z、 0以上でインテジャー、これによって全ての変数を宣言が終わりました。で次目的関数、ほぼこの定式化と同じように書けばいいわけです。ミニマイズ、違いはこの式に一応名前を付けておきます。後でリファーするしたりしやすいために名前を付けておく、ここでは仮にコストと名前を付けました。コストはコロンですね。このコロンというのはこのコストとこの後ろの y プラス z という式が、まあ、対等同じだよということを表すための英語の記号でコロンですね。でコストは y プラス z で分の割りのセミコロン、ね、セミコロンはカンマとコロンの間で次につながるよみたいなイメージなので一応分の切れ目にはセミコロンを使うというのが、C 言語とかアンプルでの流儀です。あちなみにこのシャープの右側は、コメント文、なくてもいいと無視されるという文章です。これで目的関数が定義できました。この関数を最小化ミニマイズしてくださいねっていうのがこれでコンピューターに伝わるわけです。次に制約、サブジェクト2。でこれも制約名前付けます。制約は英語で言うと constraints なので、まあ、仮に con1 と付けました。あんまりいい名前じゃないんですが、まあ、この場合はこうと。うん、でコロンで con1 という制約は何かっていうと、x プラス y プラス z が32ですよと。でこういうふうに定義します。で式2本入れたいときは、もう1個書きます。サブジェクト2って実はこれは、このアンプルというモデリング言語のキーワードでして、バーとかミニマイズとかと同じようにサブジェクト2というのは2 words なんですが2語で1個のキーワードになっています。制約を表すキーワードで2番目の制約、まあ、同じですね。 2x 足す 4y 足す 8z、
あ、ちなみに掛け算を表すときはこのアスタリスクを入れてください。普通の、演算と同じ 2× の時は2アスタ x プラス4アスタ y プラス8アスタ z イコアルトゥ80と。いいですね。でこれだけで解くことができます。アンプルにこういうのを入れて、ソルバーにかけると答えは x28y2z2。 これでちゃんと整数なのでタコは切り身にならずにちゃんと、最小化されたということになります。目的関数値といわれる、ですね、これは y たす z なので、4、これが一番ちっちゃくする組です。この制約を満たすものの中で整数で一番ちっちゃくする組ですね。で、次にサプライチェーンを勉強するために必要そうなところだけピックアップしてきました。ここで説明したいのは相対問題、対応するのは種問題と相対、種と相対の関係、これを知らないと、なかなか、難しい問題を解くことができないので、これは、一般形でちょっと数式いっぱいで目がチカチカしますけど、一般形で種相対の理論を紹介したいと思います。もう少し優しく勉強したい人は優しい本ですね、もう少し入門書の方を参照してください。で今、種問題、元の問題を種問題、プライマルプロブレムと書きます。でプライマルプロブレムは何かっていうと、今度最大化を考えます。最大化問題、まあ、どっちでもいいんですが相対問題が最小化になる。最大化問題で、コストっていうか目的関数の係数を CJ と書きます。 CJ で変数は XJ、X サブ J と表します。素位置付きで表します。素位置の集合を3つに分けてます。 N1、N2、N33つの素位置すべて合わせたもので、目的関数書いてますけど、 N1 って何かっていうと N1 に対しては、0以上です。 N2 に対しては0以下、N3 に対しては、R すなわち実数に入っていると、すなわち正でも負でもいいですよというふうに、この素位置によって、X の符号が分かれますが、どの場合でもちゃんと相対問題が作れますよというのがここでのやりたいことなので、こう分けておきます。制約の方も3種類あります。制約の素位置集合、M1、M2、M3 と、インデックスは i で全部表してますけど、サメーションの aij、xj が bi 以下になっているですね。less than の equal to のところが M1 のインデックスを持つものです。で以上、greater than の equal to のところが M2 に入っている。で、ちょうどイコールのところが M3 です。ここから相対問題を作っています。相対問題をどう作るかというと、まあ、そんな難しくはなくてですね、基本的には、一番簡単な間違いない、導入の仕方というのはラグランジュ緩和というのを経由するのが一番簡単だと思います。でラグランジュ緩和と何かというと、要は制約に何かかけて目的関数に加えて、で、緩和問題を作るというのがラグランジュ緩和、ラグランジュアンリラクセーションです。いいですね。で今何したいかというと、制約を目的関数に載せたいので、ここからこっちを引いたもの B-サメーション AIJXJ と、でこれは M1 に対してですね、 M1 に入っている I に対してはどうなるかというと、これは0以上です。いいですね。0以上で同じように、M2に入っているものに対してはこれ当然0以下、 M3 に入っているものに対してはこれ常に0になっています。いいですね。で0以上のものに何かかけて目的関数に加えるってことをこれからしていきます。いいですね。で、今、0以上の値を取ってましたから、これにこれですね、これと同じものに yi をかけます。 yi も、0以上とします。 m1 に対してはで0以上と0以上を掛け算しますから、当然それを合計したものも0以上。いいですね。当たり前ですね。0以上のものかける0以上のものは0以上になる、で同様に、こっちですね、これになるかな、0以下のものに対しては当然0以下のものを取るような、これは0以下になるような y というのを持ってきて、
3つ目の式に対しては、イコール0ですから何でもいい、任意の実数を持ってきて掛け算する。それで全てを掛け算して目的関数に加えたものがこれです。いいですか。でこれは要はポイントになる部分は全部、0以上、最後の式に対しては当然0になってるはずですから、0も0以上ですから、全ての制約に、0以上になるように y をかけて目的関数に加えましたから、当然この加えた最後のこの項というのは0以上になっている。これが一つのポイントです。で最大化問題を今考えてまして、0以上のものを余計なものを加えたわけですから最大化問題、マクシマイゼーションプログラムで、余計なものを加えたわけですから、この本当に欲しい答え、これが最適値とすると最適値以上になっている。だからこれ出てきたこの答えというのは最適解の最適値の上階、アッパーバウンドになっていると。ここがポイントです。上階が得られると。でラグランジュ緩和を使うわけですから、緩和って何するかというと、これ全部取っちゃう、制約式を取ると。制約式を取って最大化問題において制約式を取るということは、制約領域が大きくなるわけですから、より答えが大きくなる。したがって出てくるのはやっぱし上階、アッパーバウンドですか。でアッパーバウンドが欲しいわけですね。でこれがそのラグランジュ緩和問題、今、制約式でも取っ払っちゃいました。で加えた項は全て0以上の項で、それを、X について今整理しましたですね。X について整理すると、こんな風になる。 C 引くサメーション AIJYI、 YI っていうのは各式に対して、こうちゃんと0以上になるように、決めた変数ですね。で、俺が残りの項で B についても書けたので BIYI というのが後ろにつくと。でこれは上階を与えるんですが、意味のある上階、すなわち、プラス無限大にぶっ飛ばないような上階を得るためにはどうする必要があるかというと、どうする必要があるかというと、X に関しては、N1 に入っているものに対しては0以上、N2 に対しては0以下、他のものに対してはフリーなので、無限大にぶっ飛ばないためには、ここは、N1 に入っているやつに対しては、ここが0以下になっている必要がある。でないと無限飛んでいっちゃう。N2 に入っているやつに対しては0以上ですね。ですね、ここが、X が0以下なんですが、無限に飛ばないためにはここが0以上である必要で、3つ目の線に対しては制限、この、X について制限ないので、ここはちょっきり0じゃないと困る。いいですね、ちょっきり0じゃないと困る。でそこから得られる制約って何かっていうと、 C と AIJY のをかけて合計したものの間にこういう関係を出しちゃいけない。だこういう制約を満たさないような Y は意味がないと。こういう制約を満たす中で我々は何がしたいのかというと、なるべくいい上階が欲しい。いいという意味はなるべく小さい上階が欲しい。したがってこいつを最小にすればいいですね。ということでこの問題が得られます。今の議論を通してラグランジュ緩和を経由することによってミニマイズ、もともとの主問題はマキシマイズでした。最大化でした。最小化で BIYI を最小化、制約式は、Y は、M1 に対しては0以上、M2 に対しては0以下、M3 に対しては何でもいいと。でこれが制約です。統合、不統合の向きが逆になっている。統合は統合。でこのようにして得られた相対問題というのは、主問題の、影のバージョンというか裏バージョンになっていて、実は、線形計画問題の場合は相対定理というのが成立して、もしこの主問題、相対問題両方とも解を持つならば最適値が一致するということが分かります。ですから上階出したにもかかわらず最後にちゃんと合うということが示せます。さらに先ほどの制約を導いた際の途中の式を、よく見ると、主問題と相対問題の解がちゃんと一致するという話がありました。先ほどの式ですね、一致するならばこれ途中の式です。一致するならばこの部分ですね、後ろにこう加えた部分、ここは0である必要がある。先ほどこれ0以上と言ったんですが、ここが0になる。ここが0になるということは、この0以上 の足したものが0になるということは、各々の項が0である必要がある。いいですね、
ただ同様に、ね、その名古屋時間を置いた時のこれですね、ここがやはりこれ相対問題の目的関数値ですが、ここが0になる。でサメーションの何か掛け算して何か掛け算したものが0になるってことは何が言えるかっていうと、その各々の項が0になるですね。各々の項を見るとこの式とこの x を掛け算したものが0、すなわちこの項が、0でないときは x は0ですとですね。x がプラスのときはこの項は0ですと、お互いにどっちかが0になるのはおかしいというので、そういう制約を、相補性条件、コンプレメンタリースラックネスコンディションといったりして、とても重要な、式です。で、こういうことが分かります。最適解においては、最適解においてはこの関係が必ず成立すると。で、こういう相対理論というのは、実はいろいろなさまざまな、アルゴリズムを、その問題の構造を生かしたアルゴリズムを設計する際に、とても重要になります。その一例として、ダンツィック・ウォルフの分解法というのを紹介しようと思います。で、ダンツィック・ウォルフの分解原理というのは、こういう構造を持った問題に対して、とても重要な役割を果たす、特殊解法です。で、ロジスティックスの現実問題というのは、こういう構造を持つ場合が非常に多いので、まあ、この分解法ですね、まあ、とてもよく使われる。で、今、元になる制約が、M1 という制約。これは両方の変数 N1、N2 にまたがっている制約です。一番上の制約ですね。と、N1 だけに関連する制約群 M2 というのと、 N2 だけに関連する制約群 M3 というのに分けて書くことができると仮定します。で、この特殊構造を生かして解法を考えたいと思います。で、今の式の、何をしたいかというと、2番目の式。ここですね、この部分、この部分の問題が、まあ、簡単に解けるものとしましょう。そこを別に解こうとします。で、今仮に解が全部列挙されていて、それの、端点といいますのは、線形計画問題というのはそもそも何だったかというと、解を表す実行可能領域、こういう多面体になります。これ二次元と書いてますけど、ある性ではこういう半空間の共通部分ですから、必ずこういう多面体を形成します。うん、誘拐を仮定すればですね。で、この多面体の線形計画問題ですから、多面体は端点の凸結合で表せますので、この端点が全部分かっているものとします。ね、仮に。もう端点の数というのはとてもたくさんなってしまうので、とても、数え上げることは難しいんですけど、今仮に分かっているものとして、今、そのベクトルの集合を、x1k で、その端点の相位集合を k1 と表すものとします。で、この中の任意の解 x、x というのはもともとの変数のことですけど、スモール x もともとの変数、これは実際に数え上げた端点です。このキャピタル x、大文字の x というのは、与えられたこういう端点のことです。こっちが変数。で、これは、この端点の必ず凸結合、凸結合って何かというと、これとこれの間を取ってここ、これとこれの間を取ってここっていうふうにして、いくつかのもののこう凸結合、これを何倍、これを何倍、これを何倍と、この場合、シータ k 倍してます。シータ k 倍。シータ、サブ1というのはこの素材ですから無視してください。シータ k 倍して、これを何倍、これを何倍、これを何倍というのを、シータは0以上で合計すると1。合計すると1になるように、取ることによって、このどんなとこでも、どんな x でも、その端点の凸結合で書くことができるということが示せます。で、同様に、今、2番目の式、ここですね、ここにそういう特殊構造があるので、端点を列挙して、端点の凸結合、で、今、大文字の x というのは定数ですから、変数θ、大文字θ。シータ1を使った式として書くことをしたわけです。で、こっちも同様にします。こっちも同じような、こちらと同じような構造を持っていると仮定して、これも端点の凸結合で書いたとしましょう。それに対する変数をシータ2としましょう。ですると、問題は、オリジナルの x という変数からシータ1、シータ2と、これが変数です。これ単なる端点なのは定数、ね。元の係数に掛け算して、これは定数になっている。で、こういう式に直すことができる。これはその凸結合で表す、凸結合、凸の掛け順項、凸結合であることを表す式で、θ の式に直すことができる。で、
今シーターの数は端点の数ですからべらぼうにたくさんたくさんあります。したがってこれは先ほどのこういう特殊ケースです、こういう特殊構造を持った問題ですと言っていたのが、今度は、これ X の世界ですね、シーターの世界では変数増えましたか、横にべらぼうに長い、でこういう問題に直すことが、あとは、合計したら1という式が1本ある、合計したら1、合計したら1と、で横向きに長く問題に直すことが、できたことを表すわけです。でどうするかというと、横に長いわけですから、それをまともに解くのではなくて、その一部だけを取ってくると、長い問題の一部だけを持ってくるということをして、制限付き種問題というのを作ります。いいですね、全部考えないと。で、今、代入したときにどうなったかというと、横に長い問題と、横に長い問題 で、この場合は全部を考えるのではなくて、その一部を持ってきます。でこれが制限付き種問題、リストリクテッドプライマーです。であとは、シーターについて、ここに対応するシーターの合計が1だよという式が2本、シーター1とシーター2に対してできているわけです。でここで相対が大事になってきて、この式に対するその最初のもともとあった種問題の、もともとあった式に対する相対変数、これベクトルですから、これ y と、でこれに対する相対変数を、これ1本なので r1 と、これに対する相対変数を r2 とします。そうすると今変数θに困ってましたから、この θ に対する飛躍費用、飛躍費用って何だったかというと、元々の c にその端点のベクトルをかけたものからこの相対変数をかけたものですね、y かけるこの係数 ax でしたから yax、 この θ のところの係数1ですから引く r1 引く r2 と、でこれがその飛躍費用になってくるわけです。で線形計画法の最適性の原理、最適性は全てのこの飛躍費用、これですね、これが0以下だったら最適だと、あ、つまり0以上だったら、今最初このですが0以上だったら最適だと、でこれが負になるような端点があるんだったら、それはおいしいというか、さらに解を良くする端点なので、この飛躍費用が負のような列を探してきて、そいつを追加すると、だからこの長いところから必要なものだけを持ってきて追加するということが、この単対ゴルフの分解法の、まあ、肝になるわけです。で実はこの必要な列を見つける問題自身は、その元の問題の特殊性を使って、今ここで得られたこの種問題を解くことによって、制限付き種問題を解くことによって得られた y をここに持ってきて、で、今、2種類の制約がありましたけど、まあ、M2 の方ですね、M2 の方だけ、こっち M2、M3 でした。M2 の方だけに着目して、M2 のこのちっちゃな問題に対してだけこの問題を解けばいいわけです。でこれで負のが得られたら追加すると。で、負のがなかったら M2 に関しては最適であると見なせる。で同様に M3 に対してもやると。で、必要な列だけ追加するというのが、このダンツィック・ウォルフの分解法の、まあ、で、分解法で、列生成法とも呼ばれます。列を追加するので、コラムジェネレーションと言われます。で、すべての最適値が、R1、もちろん R2 に対しても必要なんですけど、先ほどの問題の、レデューストコストが、端点を出すための問題の飛躍費用が全部、0以上でしたら、すべての端点に対してこれを満たすと、すなわち今の最適、規定解が最適であるという証拠になるわけです。いいですね。でそうじゃなかったら、レデュース、これ未満だとしたら、ですね、この部分ですね、これを解いて、これに関連する部分、これですね、R1 を引いた部分がこれですから、これが成立したら最適だし、そうじゃなかったら追加して、また解けばいいと。で、これが、ダンツィック・ウォルフの分解法の、まあ、概要です。もう一つ、相対性を使った、まあ、面白い最近の方法として、ロバスト最適化。ご紹介したいと思います。ロバストってのは、まあ、頑強なタフなってやつです。で、何したいかというと、まあ、こういった線形計画問題を考えます。マクシマイムのサメーション CJXJ、サブジェクトゥのサメーション、まあ、普通の AIJXJ が BI 以下と、まあ、普通のスタンダードな形の、
1900分問題で、今 XJ の比布条件ついてません、ね、マイナスでもいい。でロバスト最適化の場合は、不確実性を持つ、データ自身が正確によくわからないと、まあ、この場合 AIJ ですね。この AIJ というのが少しブレる可能性がある。不確実性を持つ確率変数 A チルダー IJ であって、こういう区間内 AIJ 引く A ハット IJ、 少し下にブレる度合いを A ハット、AIJ プラス A ハット、A ハットの間区間ですから、下側にも上側にも同じぐらいブレると仮定します。そうしたときにどうするかというのがロバスト最適化のテーマです。で一番簡単な場合は、ソイスターのモデルですかね。一番簡単な場合はブレる分だけ XJ は、正でも負でもいいわけですから、そのブレる上限というのを表す、まあ、付加的なダミーの変数 U というのを持ってきてあげて、プラスにブレた場合はこの部分というのは A ハットだけブレるんですね。したがって、X がプラスの時は、それよりも大きいような UJ を準備してここにかけておけばプラスにブレても大丈夫。で下側にブレる場合、X が負の場合、X が負の場合は、これ負の場合には、マイナスつきますから、負の場合には、その負の絶対値を取るようなに UJ はセットされていま す、ね、プラスの場合はプラスの分を取って、マイナスの場合は負の絶対値を取るようにセットされているので、負の場合には、やはり同じようにその絶対値分だけこれブレますから、マイナス側にも A チルダ、A ハットというのはずれる分がありますから、こういうふうにLP を線形計画問題を書き直してやることによって、まあ、再び LP に落ちると。こういう範囲内で変化する中で、範囲内でも大丈夫なような線形計画、それをまあロバストな解というんですけど、そういうロバストの解はやはり線形計画問題を解くことによって得ることができるわけで、これはつまんないんですが、昔の結果なんですが、もう少し、今のやつですとあまりにもまあ用心深すぎると、単にこのA というのが不確実性があって、その範囲内で一番最悪の場合を考えてそれを制約に付加してしまうので、そこまで用心深くならなくてもいいだろうと。例えば各制約に対してたかだかガンマアイコの変数が変化するです、ね、全部の変数が全部自分たちにとって都合の悪いようにいくのではなくて、こういうパラメーターガンマアイ、各制約に対してたかだかガンマアイフォンだけしか A がぶれないと仮定した問題を考えましょう。でこれによって要はその用心深さがコントロールできるわけですね。で、先ほどと同じ問題に対してそれを適用するとどうなるかっていうと、今添え字の集合 N というのに対してその部分集合 S で、その本数がガンマアイコ以下になるように変化すると、ね、で、これ S これいらないな、でその S の、異数カジナリティガンマアイコンになる中で一番悪い場合を考えましょうと。その中でブレるのは何かというと XJ に関しては絶対値ですね、負の場合もあるので、で、ブレる量は A ハット分だけずれると、それが BI 以下になるという式に、まあ、形式的には書くことができます。でここが問題、この部分どうするか。でこの部分を、やるときには、これは、まあXJ の絶対値というのは定数とみなして LP 線形計画問題として記述できます。で新たな変数 Z というのを導入しましょう。でこの S に入るかどうかというのをこの Z という変数で記述します。 Z は0以上1以下、要はこの S というのに入っている度合いですね、0以上じゃないのでどのぐらい入っているかというのを実数変数 Z0 以上1以下の実数変数でやって、その合計は今、ガンマ以下ですね。その時にその、Z が1に近づくとこの分がプラスになるというので、係数は A ハット IJXJ かける ZIJ、 これでこの部分を LP として記述できたことになります。で LP の中に LP があるので嫌なんですが、この部分に対して総対を取りま ですか。で最初の式、Z の合計がガンマ以下になるで、S に対する、総対変数を θi と、2番目の0以上1以下で0以上関係ないので1以下に対する相対変数を y としましょう。で相対問題を、まあ、作るとこんな風になる。元々の問題は最大化でしたが、出てきた問題はミニマイズと、で制約がこんな風になると。でこれを
じっと睨むと、実はこの目的関数値というのは元々の線形計画問題、子問題と同じはず、最適値は一致するはず。したがって、この制約を満たすような Y に対してこれを最小にするように持っていけば、それがその元々の問題、この部分を表す。この部分を LP として書いたのがこの部分で、相対問題だったわけですから、これと相対のこの式が一致するわけです。これを、ここに代入すればいいんですね。先ほどまではマックスの何とかとなった部分にこれを代入する。この目的関数値は、先ほどの LP と一致するはずですから、そのロバストな計画で その逸脱を表す。それが BI 以下になるようにすればいい。ただしこの Y というの、 Y とか θ というのはこの式を満たす必要がある。それを加えてあげればいい。これだけで相対理論を知っているだけで、まあ、そこそこ便利なロバスト最適化を、やはり同様の線形計画問題、ちょっと式は増えましたが、これやはりただの線形計画問題です。したがってデータがちょっと触れる場合で、各制約がどのぐらい触れるかというパラメータをガンマ i でコントロールするような割と面白いロバスト最適化が、まあ、相対理論を知っているだけで得ることができるわけです。以上で、まあ、数理計画の基礎、特に線形計画問題と相対問題についてお話をしました。